なんだ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。おいミカサ、アルミ、エレン、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、何かひどいことはされてない？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。ねえよそんなことは。あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。まさかリヴァイ兵長のことを言ってんのか。よエレン、久しぶりです。